こちらのタツノオトシゴには角のようなものがあり、顔が本当に竜にそっくりです。ゆっくりとした動きには貫禄があります。香川県宇多津町の四国水族館では、世界各地の海に生息する5種類のタツノオトシゴを展示しています。水族館によると、タツノオトシゴはその姿が竜の子供を連想させることから名前が付けられたとされていて、口が小さく尾びれがないのが特徴です。タイミングが合えばストローのような口で食事をする様子も見ることができます。ちなみにこちらのタツノオトシゴは去年8月に四国水族館で誕生して、今回の展示会でお披露目されました。何の生き物なの、仲間なのかってよくね、お客様から聞かれることもあるんですけれども、実は魚の仲間なんですね。そういったところもですね、解説していますので、ぜひそういった注目ポイントにね、注目していただけるといいかなと思います。このほか、爪楊枝のように細い楊枝魚も3種類展示されています。この企画展は今月14日まで楽しむことができます。